はい、こんにちは。今日はですね、お隣のお隣の町か村かなんですけども、実はですね、静岡から暖かいところからですね、農園を移転した谷農園さんっていう、ようやくちょっと名前を出してもいいんですけども、引っ越してですね、こちらに農園を移転しました。で、この家をですね、彼は購入したんですね。素晴らしいですね。ちょっと金額は言えないですけども、格安です。ということで、研修生も含めてですね、今からインタビューしようと思ったんですよ。この家2軒をですね、彼は購入したんですね。すごいですね、谷さん。ということで、今から簡単にインタビューします。こんにちは。はい、この左にいらっしゃる方が谷さんで、右側が研修生の虻川さんですね。はい、どうも。農園移転どうでしたか、谷さん。いや、頭がおかしい人しかこんなことない。で、僕もそうだったんですけどね、農園移転かなり大変だったと思うんですけど、な、何が一番やっぱ大変でしたか。農家の引っ越しって普通の人の5倍以上荷物があって、あ、トラックで土を運ぶとか意味のわからないこともたくさんしました。で、苦労しましたね。でも本当になんか素敵なこの工場というか、何やもうこれもついてですよ。そしてこのアバンギャルドな軽トラ、最高ですね。あー、いや、本当に素敵です。もうなんて言うんですか、でもここでですね、2人で、僕が来た時は音楽をガンガン鳴らしてですね、いいんでしょうかと、もう逆にあの地元の人に対してなぜこんなにプレッシャーをかけてるのかってよくわからないですけども、かけてないし、仲良くやってます。で、虻川さんどうですか、ここの暮らしは。いやー、夜寒いですけど、とても楽しく過ごさせてもらってます。ああ、そうだね、はい、いや、でもどうだか、この広い家にこのむさくしい男2人がですね、一緒に暮らしてやってるというね、絶対近所の人はですね、これは何か怪しい団体だなと思われても思うんですけどもね、私もですね、それにあやかって時間がある時にはここに顔出そうと思ってですね、余計怪しくなるんですね。はい、まあこのようにですね、またちょっと、千葉のこの辺に新しい仲間ができて、僕はちょっととても今日は楽しい、ね、嬉しいなと思った時代です。ということで、ね、これからまた一緒に頑張っていきましょう。どうもありがとうございます。